どうもチャップです。スプラトゥーンをプレイしていきたいと思います。ということでレギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器は H3 リールガンチェリーです。ということでやっていくコツはもうシンプルなんですよ。さくらんぼを美味しく食べようという動画です。何の動画やねん、お前何言ってんねんということですね。はい、皆さんいっぱい突っ込んできて。今皆さんに突っ込みポイントあげただけですからね。うん、すいません、めちゃくちゃ脱線した。もうそんな頭おかしいことは置いといて、最近ね僕だけかもしれないんですけどすごい見るんですよね、チェリー使ってる人。僕だけですかね、前まで全然見えひんかったのにこの頃ほんまに見る、めちゃくちゃ見るんで、なんか僕もその流れ乗っとこうかなという感じでね今回使ってまいりました。まあ頑張っていきましょう。まあ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 、なんでか知らんけどね。うん、まあ頑張っていこう。それでね、僕前からチェリー思ってたんですけどね、間違いなくね上手い人が使ったら最強武器やと思うんですよ。絶対最強の武器やと思う。射程あるしね、あ、3発当てたら倒せるし、バリアあるし、塗り性能もいいし、あれやん、もう悪いとこある、ほんまにもう全部ある、全部揃ってると思う僕、ほんまに全部全部全部揃ってる、ほんまに見て、初っ端の3連キルやばいでしょ。シールドある、射程ある、塗り性能ある、3発で決めれる、バリアある、何悪いとこあるんっていうぐらい強いでしょ。まあ上手い人がね使ったら強いってさっき言ったんですけど、まあそれはそれやで、それはそうやけど、そういうの、そういう話じゃないでしょ、やっぱりそういう話じゃないですやん、やっぱりほんまに強いんやん。ね、それを見せていこうと思ってる、ほんまにセールスマンになってるか今日の僕はね。これ倒したいな、あ、ダッサ、今の倒されんの痛い、これはダサい、これはほんまにダサい、世界で一番ダサい男、男、噛んでる、それもチャップ、アーメンっていうことで、まあよくわからんけど、まあまあ、まあ、最強武器っていうことが言いたいわけですよ。本当に最強やと思う、もうほんま自信持って言うわ、最強やて、最強なんだって。あ、ヒッセの子暴れてんな、この子倒しときたい、見てほら皆さん、ほんでこれシールドでさ着地キル取れるかな、そんなんは無理か、まあまあまあ落ち着いて落ち着いて、こっちだよ、はい、ナイスで、ジェットスイーパーの人がいましたね、出てくるかな、バリア貯めときたいけどな、あ、黒ガロンの人がいるんだね、はーんとそこにおるな、うん、届くかな、これ届く、バレてるかな、バレてる、あ、バレてない、バレてないな、オッケー、もう強いでしょ、バケツの人来てんの気づかんかったけど強いでしょ。いや本当に強いんやね、これほんまに皆さん目ん玉飛び出すぐらい強いからね、悪いとこはないって言ってる、まあこういうこと言ったら悪いとこ言われんねんけどね、コメントなんで。いやでもそんなことじゃないやん、ないもんそんなん、僕がないって言ったらないんですよ、やっぱり見てほら、これであるって言えます、ない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 、悪いなんか何もない、ない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 、何もない言うやつやん、ほんまに全然何もない、おめっちゃ強いほんまに、え、バケツの人もおるよな、ここちょっと待って、危ない、じゃあジェットスイーパーの人か、え、めっちゃ強いわほんまに、ナイスめっちゃくれるし、味方の人の優しさにもう涙ちょちょ切れとるわほんまに、ちょチャップやん、ちょチャップ、待て待て、やられるやられる、バリア使って合流しましょうか、こういうことできるからほんまにめっちゃ強いから、シールド貼っとくね、味方の人任してね、はい、オッケーです、ね、強いでしょ、ほんと強いんだから、周りをよく見て、これ出てくるかな、出てくる、オッケー、え、ほんま強いって、めっちゃ強いんですって、もう感動してるもん今、もう感動、ただただ感動、ほんまにリールガンに感謝してる、感謝永遠にリールガン言うこと、エイムが全然定まらんと、定まらん、お、めっちゃ強いやん。めっちゃ強いやん、めっちゃ強いやん、やられてるけど、いやほんと強いでしょね、最強の武器はリールガンなんですよ、最強ってね、打ったら多分リールガンチェリーって予測変化ね出てくるから、 YouTube で打ってみ、最強って言ってスペース開けたらリールガンチェリーって出てくるから、絶対出てけへんからね。そんなんやったらあかんよーということで、めっちゃ強かったでしょ、これえげつないぐらい強いわ、13キル3ですって、久しぶりに見た、ガチマッチでも使えるような気がしてきましたが、今回たまたま調子が良かっただけなので使うことはやめましょう、もういつもそう、調子いい時はたまたまやからね。そこんとこ皆さん覚えておいてね。はい、1試合目はもずく農園で頑張っていきましょう。やることはシンプル、最強と言うだけ、もう最強って言いたいだけ、さあ頑張っていきましょう。さあ縫ってバリア溜まっていこう、この人外国の方かな、なんか固まってた気がしますが、まあ、そんなん関係ないんですよ、国籍を超えたゲーム、それがスプラトゥーンですからね、やっぱりね、
グローバルな社会ですから、やっぱ皆さん、もうやっぱり世の中グローバルに行こう、グローバルに。ちょっと待って、ちょっと怖い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 、みんなそんないじめないで、僕をいじめないで、いじめないで、いじめないで、とりあえず1キロよーしで降りて、シールド貼ってとバリア貼っときましょう。あー、あの人バリア溜まってますね。歩きながら逃げていきましょう。めちゃくちゃ原始的な動きしましたけど、そこおるんちゃん、おらんか、どっか行った、入ったんかな。あの人バリアが使えるからね、気をつけとかないとダメですよ。こっちから来るかな、食えへんかな。まあ、とりあえずね、すぐバリア食べましょう。はい、シールド使っといて、オッケー。ポイズンもシールドの前では無となる。それがチャップ、え、待て、なんかスペシャル貯めて来てはるぞ、そこの人。気をつけて、味方の人、誰や、誰かわからんけど、誰かわからんけど、あー、ぶれ、こういう時のバリアな、ほんまに強いというか、バリア溜まんの早すぎでしょ。え、ほんと強いでしょ、もう強いしか言ってないけど、いやー、自分でもびっくりするぐらい強いこれ。なんかやられてる、カーボンの人かな、誰でしょうか、すごい怖い。シールド貼っときましょう、よいしょと。シールド機を珍しくいっぱい使ってますね、すごい珍しい。僕シールドなんか使わへんからね、いつも。よっしゃ、オッケー、バリア使う前に倒した。カーボンの人がいるから怖いんで、この辺ちょっと塗りつつ塗りつつ塗りつつバリアでも溜めていこうかな。横から来たりしそうな気がしますよ、パッと見ましょう。来てないですね、まだ大丈夫やぞ、ゆっくり。あ、でもそっちに張るな、あの人倒そうか、これ倒せるかな、出てきてくれたらいいけど。スペシャル貯めてるかな、わかんないけど、まあ僕バリアあるからね、降りておいて降りておいて降りておいて、バリアバリアバリア、うわ、危ねー、危ねー、危ない危ない、バリアもったいないけど危なかったね、こういう時にもバリア使えるんですよ、すごいいいでしょ、もうほんまシンプルにいいんですから。見て、ほら、エイムおじいちゃんすぎた、エイムおじいちゃん、うわ、エイムおじいちゃん、待て待て待て、こうやって逃げれるわけよ、これ、ほら、チェリーやからこの動きができるわけ、これを可能にしてんのはチェリー。結局やられた、バルンバルンバ、チェイスボブ、あなたを追いかけ続けて300年、長生きって、あーすんどあーしんどいことで、さあ頑張っていきましょう。テンション上げすぎてちょっとしながらできたわ、落ち着こう落ち着こう、頭おかしなってきてるからね今、落ち着いて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 的確にやっていきましょう。バリア貯めてから行きたいな、僕はやっぱ怖いからね、バリアを貯めつつ貯めつつ噛みながらも貯めつつ貯めつつ、溜まってないぞ溜まってないぞ、バリアが溜まったぞ、バリアが、まあ、直撃しても死なんので、これでこの人だけ倒しとこうかな、ほんでバリア切れるんで帰りましょう、バイバーイってこういうこともできるんですね。そこにジェットスイーパーですよ、倒す、僕は倒すわ、任せて任せて、ほんまにこれ倒されへんかったらほんまチャップやから。あー、やっぱりチャップはここで決めてくるね、倒す言うたら倒すからね、めっちゃたまたまほんまに。シールドどうぞ、オッケー、シールドで塞ぐ、お、いいですね。あ、なんかバルンバルンバ、楽なかった、びっくりした、ちょっとちょっと来たらダメ来たらダメ、インクがないのをポイズンで、いうことで、まあこんな感じよね。テンション上げすぎて疲れてるのはどこのドイツだい、僕だよ、いうことですね。西岡澄子さんパクってみましたけど、見えひんようなったな全然見えひんようなったな、すごい懐かしい感じがします。ということで6キル2ですね、絶対キルの方が多いんですよ、これめっちゃ強かったわ、気づいたけど負けてたんですね。いやでも関係ない関係ない、僕が2デスせえへんかったら勝てたからね、それぐらいチェリー最強やから、最強説、ここにうん、ことは出てけんかったごめんな。はい、ということで今回 H3 リールガンチェリー使ってまいりました。すごいでしょ、射程よし、塗りよし、バリアよし、シールドよし、全部よし、もうすごいですやん。インク管理だけミスったらあきませんけど、まあ、とりあえず最強ですよ、うまい人が使えば最強になる、僕みたいなやつでも使えば最強になる。結論どういうことか分かります、皆さん、2文字、漢字2文字、どういうことか分かる、皆さん分かるでしょ、こんだけこんだけ振ったら分かるでしょ。そうなんですよ、勇気ね、めっちゃ滑ってると思う、最強って言うと思ったでしょ、それなんか言いたくなくなってね、勇気って言ったらこんなグダグダな感じになったわ、もう大事故、めっちゃしょうもない、もう動画台無しやまあね、意味わからんとこで終わりにしましょう、いい感じに動画閉まったと思うんですよね。はい、ということで今回この辺で終わりにいたしましょう、皆さんご視聴ありがとうございました、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております、ではバイバーイ。